音楽専門チャンネル MTV が年間の優れたミュージックビデオメガボルトを表彰する音楽アワード MTV ベマジ2020のスペシャルイベント MTV ベマジ2020ザライブマイナスが19日都内で開催され、ヒップホップユニットクリーピーナッツが出演した。ラッパーの R 指定は日本最高峰の MC バトルで3連覇を達成。 DJ 松永は2019年に A ロンドンで行われた DJ 世界一を決める大会で優勝。日本一の MC と世界一の DJ だからこそ実現できる唯一無二のライブパフォーマンスでファンを魅了している。かつて天才だった俺たちへが最優秀ヒップホップビデオ賞を受賞。R 指定は我々の作品を選んでいただきました。ほんまに俺らクリーピーナッツ史上一番真正面からかっこいいビデオになったと思うと話す。松永もしかも作ってくださったのが永田俊さんと山本浩二さん。クリーピーナッツを始めた頃からずっと一緒にタッグでやっていたチーム。それでこの賞を取れたのがすごい感慨深いと喜びをかみしめていた。撮影の裏話も、 R 指定は3日4日ずっと撮っていたんですけど、最後のシーンはロケの場所で夕日が一番綺麗に差す場所で撮ろうとなっていた。でもその夕日が一番綺麗になるのは天気が不安定だった。ちょうど日が落ちるタイミングの1分を逃したら撮影が台無しになる。曇り空の下で撮らなあかんってなって携帯とかで天気を見ていたと振り返る。そんな中、別のシーンを撮影中にちょうどいい夕日を発見。急げ急げってみんなで用意してちょうどバッチリの部分で撮れた。演奏の合間に車がドリフトで2人の間を通るとか、すごい細かい作業が一発でうまくいったと完璧なシーンが撮影できたそう。監督の永田さんが、はい、カットって言いながら俺らのところに走ってきて、撮影ってすげえってと R 指定はモノマネしながら回想し、松永も北島康介だなと思った。超気持ちいいと全く一緒。本当に感動すると5位とか全部飛ぶの。最高とかすごいとか、でもそれが一番こっちに響く。そういう作品と笑顔で充実感をにじませた。そして R 指定はこんな光栄な賞を受賞をいただいたし、それをいただけるだけの作品だと思っている。ぜひチェックしてくださいと呼びかけた。その後、かつて天才だった俺たちへと耳なしし、高一スタイルを披露。疾走感あふれるパフォーマンスを見せていた。イベントは無観客で行われ、11月29日午後8時から MTV で放送。Hulu でも同時配信される。その他、あいみょん、ベビーメタル、NiziU、ティッシュ、E-Girls、アキラジン、日向坂46、上1、リトルグリーモンスター、マカロニ鉛筆が出演し、ライブパフォーマンス。MC はビッシュが務める。